こんばんは、みーちむの正木です。アンケート募集した、海外の女性ギタリストで好きな人を1人だけ、挙げてくださいというアンケートの お返事動画を撮影していきます。前回のねお返事動画があまりにも長くなりすぎたんで、今回はちょっとなるべくテンポよくいこうと思っています。そして、最後の方に僕が前に録画しておいた動画も公開します。ということで早速読んでいきます。トニー・リンドグレンさん、 PRS のエレキを弾いている方だと。それでこの URL も見せていただきました。別な女性と2人でなんか弾いてるっていう。ですけども、この人僕知らなかったんで、もうちょっといろいろ見てみて、この人自身のチャンネルがあって、そのチャンネルの一番メイン動画となっている、ガットギター、まあ、クラシックナイロン弦ギターで23フレーバーズっていう曲弾いてるんですけど、それすごいなと。ものすごい、まあエレキも弾く人なんですけども、この人はこういうプレイが一番かっこいいなと、素敵だなと思いましたね。さあ次、リタ・フォードで黒のエクスプローラーを弾いているランナーウェイズ時代のワステッドって、あれですよね、最近というか、まあ現在も割と動画がね、本人自体の動画はあんまりアップされてないんだけど、他の人がアップしてる動画で、言ってはあれだけど、まあ、ランナーウェイズ自体がね、ちょっとこうふくよかな方だったから、その当時、ランナーウェイズ当時から今ぐらいまで痩せてればもっと人気すごかったんじゃないのかって思うんですけど、まあまあヘビーメタル路線っていうのを一貫してて、何もブレてないって感じですよね。次、セント・ヴィンセントさん、美人でエキセントリック、エキセントリックですよね。まあそのいろんな動画を見てみて、毎回顔が違うっていうか、ね、前からこの人はまあまああのね、奇抜な衣装で、おすすめ動画に出てくるからついついクリックしちゃうって見てた人ですけども、毎回顔と衣装が違うんで、まあ楽曲自体も面白いし、あとね、あのベーシストっていうか、まあ、サポートに入ってるベーシストに東子安田さんっていう日本人女性が入ってた時期っていうのがあって、その時はそのセント・ヴィンセントとその東子さんがこうリンクして2人でこうやってロボット的に、ピンク・レディよりもロボット的なこう踊りを踊りながらギターを2人とも弾いていくみたいなね、そういうのがあのベース弾いたりギター弾いたり、こう鍵盤でベース弾いたりしてるんですけど、東子さんがそういうの辺とかすっげえ面白いなと。まあ今回はちょっと東子安田さんについてそんなに深く述べませんけども、うん、この人はいろんな曲やってるから面白いし、ギターも面白いですよね。次、ボニー・レイットさん、スタジオギタリストとしてトップレベルのプレイヤー、もちろんトップレベルだし、ね意外と年取っていかないっていうか、最初からまあちょっとおばちゃんっぽかったのが良かったのか、年取っていかないっていうか、あの人中指にスライドバーはめるっていう、ちょっと変わったっていうわけじゃないか、僕とは違うタイプの方ですよね。まあ、ボニーレッドの人気も結構 あるんですよね、日本ではねっていうね、次もリタ・フォードさんです。年取ってから味が出てきた、まあ、痩せて正解、さっきのお話。次、シスターロゼータサーブさんです。そうね、まあまあ豪快なピッキングがまるで東光義さんかと思います。そうね、まあ白黒映像をほとんどで、まあ、かっちょいいよねっていう、もちろんかっこいいですよね。1915年生まれで1973年には亡くなっている方なので、ね、生で見るってことは、まあ、僕らは見ることはできなかった方なんだけども、そうですよね、かっこいいし、女性でブルースギター弾きながら歌っていくっていうののかなり元祖のレベルっていうか、そのね、その頃に例えばカーターファミリー的なフォークソングを弾くとか、ジョニー・ミッチェルみたいなギター弾きながら歌うとか、そういう人もたくさんいたはずなんだけども、白黒映像時代でこんなブルースやってる超かっこいい、おばちゃんがいたんだって後から僕たちは知ったって感じですよね。それで、彼女のチューニングはオープン A ですかねって書いてあるので、一応チェックしてコピーしてみましたけども、多分あれはマイナス4カポだと思いますよ。別に
オープンチューニングじゃなくて根本的なチューニングを全部4フレット分低くして、それで弾いてる、まあ1曲コピーしただけですけど、まあ、そんな言葉はないんだけども、マイナス4カポでチューニングしてると思います。次が、テキサスのキャロリン・ワンダーランドさん。結構あれですよ、みんな意外とっていうか、ブルースギタリストウィメンが好きなんですね、みんなね。ね。まあまあ、どっちかっていうと僕はこのキャロリン・ワンダーランドさんの方が東光義さんっぽいとはね、たまたま並んだんで、ような気もしないでもないですけども、一人ジャニス・ジョプリンみたいな声でかっこいいですよね。好きですよ、こういう声とね、ギターが合ってる、見た目も合ってるし、まあ、もちろん容姿とかそういうのは好みがあるんだろうけども、顔も美人さんだしっていうね、まあ、似た感じの方でね、ジャニー・ショー・タイラーさんっていう方もいて、ブルース弾きまくる女性ギタリストって結構いるんですよね。はい、次、アナ・ポッポビックさんアナ・ポポビックさん、ポポビックさん、非常に、読みづらい、そんで合ってんのかな。ワウを踏みながらスライドギターを弾く、斬新です。まあワウ、まあそれがメインではないとは思うんだけど、ワウを踏みながらスライドギター弾くのは僕も結構得意な方ですけども、なんか僕の動画だと多分なんかギターで喋るみたいな動画で2時間ぐらいやってる動画があると思いますけども、ストラートのフロントピックアップでいい音を出しながらブルースを弾くと。なんだっけな、これ出てくるかもしれない、後から出てくるかもしれないから、どうかな、あ、出てこない、今回のアンケートで意外と出てこなかったっていうか、僕が大好きだけど名前が出てこなかったブルースギタリストのジョアンナ・コーナーっていう人がすっげー僕は好きなんですけど、この手のブルースギタリストだとジョアンナ・コーナーが一番僕は好きなんですけど、ギターこんな斜めにしてこうやってスライドギター弾いてって、で、まあ逆にさっきの話とリタ・フォードの話と逆なんですけど、めっちゃめちゃ太っちゃっておばちゃんになっちゃった、美人ギタリストだったのが、そのめっちゃめちゃ太っちゃった時の方がかっこよかったんだけども、最近ちょっとダイエットに成功しちゃってて、7、8年前の太ってる時めっちゃかっこいい、まあ、ジョアンナ・コーナーさんの話はね、各自探してみてください。ギタリストかどうか分かりませんが、シェリル・クローです。ギタリストですよ。ギター持ってサイドギターコード弾きしてるだけだとしてもシェリル・クローですよ。シェリル・クローのコード進行僕大好きだから、まあたまたま前に女の子の生徒さんでシェリル・クローのが好きですっていう生徒さんがいて、ファーストアルバム丸々全部コピーしたことがあるんだけど、いやいや、まあ、曲作りのねコード進行かっけえなーと思った動画も僕多分、アップしておりますので、探してみてください。ボニー・レイトでしょうか、スライドギターもするし歌も上手ですねと、女性ギタリストはあんまり興味ないので、あとはそういうことは別に書かなくていいんですよっていう次、エミリー・レムラーさん。まあまあ結構ジャズギタリストのパッと目線に女性版みたいな感じかなね、いいですよね、はい、ジョニー・ミッチェルです。ジョニー・ミッチェルギターのテクニック、あの人のギターのテクニックがすごいんですよ。まあ元祖オープンチューニングを作った人みたいなね、だからそのなぜそのチューニングにしてその曲を作ったのかっていうのがもう勝手にやってる毎日の中から生まれてくるんだろうなっていう、で特にまあ、さっき出たパッド・メセニーとジャコパスとかと一緒にやってる映像のライブっていうの、あれの、ね、チューニングとか、あそうだ、昔々ギターマガジンでジョニー・ミッチェルのオープンチューニング全部みたいな記事書いたことがあります。次、イベット・ヤングさん、アジアのあれですよね、タッピングする人ですよね、ね、変速チューニングでやってんのかあれ、はあ、そうなのか、なるほどなるほど。ハートのナンシー・ウィルソンです。
見た目も美しく花がありますし、特にアコースティックギターの演奏が素晴らしいです。右側 の妹さんの方ですよ ね、お姉ちゃんが歌う方、そうね、美人だもんね。レッド・チャッペリン大好きなんですよね、この姉妹がね。でナンシーはマンドリンでレッド・チャッペリンコピーしてたりする教則ビデオがあったりして、あれは美しいです。あれじゃなかったっけ、ハートの面々が天国への階段を演奏して、ジミー・ペイジとロバート・プラントが見ててロバート・プラントが泣いちゃうみたいな、それってハートじゃなかったっけ、ジョアン・ショー・テイラー、あ、ジョアンか、ジョアンって言ったっけ俺さっき。イギリス人の生粋のギタリストのたたずまいて、自分の声をしっかり持っていて音に魂が感じるという音ですね。リンク貼っていただいてますので、まあ、ずっと魂入りっぱなしっていうかね、こう髪の毛をこうね、こう垂れてくる上げる垂れてくる上げるがパフォーマンスの一部みたいになってて、魂込めっぱなしの女性ギタリストですよね。エレン・マルキール・ウェインさん、昨年亡くなってしまいましたが、俺流な感じのギターの弾き方なんて自由でいいんだよという、この方知りませんでしたけども亡くなっちゃったんだ。エレキでスライドしてるやつとフォークギターにワウワウさしてフィンガーピッキングのこっちのね、こっちのピックもつけてこうやって弾いてるっていう面白い感じでしたね。次、またジェオン・ジェットでお願いします。ジェオン・ジェットさん、はい、ランナーウェイズつながり、次です。レベッカ・ロベルさん、この方僕知らなかったんですけども、今回このアンケートやって一番良かったっていうのは、チャマルさんっていう方のこのレベッカ・ロベルさん、めちゃめちゃいい、めちゃめちゃいいって、とにかくリフがかっこいいということで、URL 貼っていただいたんですが、この URL の先の動画ではギター弾いてないですよね。ギター弾いてないっていうか、まあ顔が一番整って映ってる動画だったなと。まあで、僕がこの方知らなかったんで、他のチャンネルとかいろんな動画見てて、これはこの方はラーキンポーっていう二人組の姉妹のバンドというかグループというかユニットというか姉妹で活動してらっしゃって、その妹さんがレベッカ・ロベルで、お姉ちゃんがミーガン・ロベルっていう人で、このね、お姉ちゃんのラップスチールギター、まあリッケンバッカー製だと思うんですけど、あれにちょっとぶっ飛んじゃった、すっげー気に入っちゃった。もう今回はこのラーキンポーさんを俺に教えてくれてありがとうございますな感じです。で、まあまあお姉ちゃんはもちろん可愛くて、昔で言うとパートリッジファミリーの長女みたいな可愛い美人さんで、歌もうまくて、ギターもね、多分なんかね、ダウンチューニング、6弦ダウンチューニングしてなんかリフ作ってたりすると思うんですけども、ギターも上手で、なんだけども、まあ、このお姉ちゃんのラップスチールの音、かっけえかっけえ、太い、超かっこよくてね、もうご本人さんたちのチャンネルを登録しました。これかっこいいわ。ものすごいわ。もう10年以上活動していらっしゃるっぽいんだけど、全然知らんかったと。まあ、カントリー畑からブルースのハードロック行ってるっていう、まあ、ナッシュビルあたりにね、引っ越してきてるっぽいんだけども、ナッシュビル、俺が行ったのは10年前か。これはめちゃめちゃいいです。ラーキンポーっていうバンド名をまず覚えていきたいという、そういう感じでございます。いろいろ知ってね、他の人が好きなものっていうのを聞いて、それを見ていくっていうのは楽しいことですよね。はい、ボニー・レイットさん、中指にバーをはめての演奏がかっこいい、歌声も渋いですね、ということで、ボニー・レイットさん2票。次が、英語で書いてあるんですけど、この方は外国の方なんですかね。ティナ・エスさんということで、はい、上手なヘビーメタルを弾く人ですね。はい、次、ジェス・ルイスさん、偶然 YouTube で知りました。イギリスのジャズフュージョン系のギタリストの、まあ、ジャズフュージョンって
限定しないかもしれないけどね、うん、まあ、リンクはルーム335のリンクを貼っていただきました、はい、アメリカのサマンサフィッシュさん、ボーカルもされます SG ファイアーバード、特注のテレキャスター、スライドギターもうまい、ブルース系でしょうか、ブルースギタリストで、あのオイル缶の、ね、オイル缶にネックがついてるっていうギターがあって、それを使ってスライドギターやる、あのミニスカートがねついついクリックね、はい、ちょっと急ぎます。マーガレット・グラスピーさん、あのリンクはテレキャスで弾き語りしてる感じ、あのバンドいなくてもベースドラムいなくってもテレキャスター一本で弾き語りできるっていう、そのギタープレイが結構おしゃれでね、なかなか良かった。まあまあ、ある種ジョニー・ミッチェルのエレキ版っぽい感じが素敵でした、エミリー・レムラーさん、2票入りましたかね、正統派のジャズギターということです。2票ですね、はいはい。P.J. ハーベイ、P.J. ハーベイはさっき出たっけ、出てないっけ、出てないね、歌いながら弾く人なのでシンプルフレーズ主体ですが、セント・ヴィンセントのちょっとなんていうの、ちょっと違うっていうのもあれやけど、オルタナ女子のカート・コバーンが好きな人ですよね。ね、あの顔は大好きですね、あの僕は僕ジェフ・ベックの顔って可愛いって思っちゃうんだけど、その手の顔ですよね、P.J. ハーベイさん。口元もあのもう顔が好きすぎて、ついつい顔ばっかり見ちゃうっていうか、まあまあ、オルタナの、ね、女性チャンピオンというかトップ、テニスン警部にも似てんだけど、テニスン警部知らないかみんな。うーん、八草カオルが好きな人だったら P.J. ハーベイは好きだと思いますっていう、あのすごいダークな音、世界を作るのがうまいと思います。そうですよね、はいはいはい、あの愛人たち、ある種ギターテクニックいらないよっていうところの世界を作るのでいいですよね、はい。メリーフォードです。レスポールに負けてない良き時代の名人芸、そうですね、これ目の付けどころがいいですね。レスポールが世間的にはもちろんギブソンのギターモデルとしてもめちゃめちゃ有名なんだけども、本当はあの人の横でサイドギター弾いてるメリーフォードすげえよっていう話ですよね、はい、はい、グッドです。カジさん、プリンスのキスのビデオでギター弾いていたウィンディ・メルボイン、ウィンディ&リサの人ですよね。もうあのプリンスとやってってもジャケットに名前書いてくれへんがな言ってウィンディ&リサをやったら結構売れたっていうね。で逆に今プリンスが亡くなっちゃったから、現在パープルレインを歌っても良い第一人者がウェンディとママリサってことになりますよね、コートニー・バーネット、この人も顔がいいよね。オーストラリアのあいみょんですよね。でもしくはデビッド・キャッシュで、サウスポーでオルタナやってるっていうのは、まあまあ、ニルバーナのカート・コバーンっぽいしさ、でかといって指弾きだから面白いよねっていう、うん、弾きすぎないとこが今時、今時っていうか弾きすぎないかっこよさと弾きまくるかっこよさっていうのがまた両方ありだとは思うんで、次、僕もボニー・レイトですね。とにかくサイドがかっこいい、次、ジェス・ルイスさんですね。どんなジャンルでも饒舌に弾きこなせるし、何より歌心があるのが最大の魅力ですね、ということで、2票ですね、はい。続きまして、シスター・ロゼッタさん、ゴスペルシンガーですがギターめちゃめちゃすごいですと。すごいっていうのは、まあ見ていただかないとって、見ていただければ分かるっていう、そういうことですけども、2票ですか、シスター・ロゼッタもね、ジェニファー・バトンくらいしか知りませんです。あのジェフ・ベックの来日の時に神奈川県民ホールで見ましたけど、あまりにも席が良すぎて最前列か2列目の席のチケット買っちゃって、一番右 のスピーカーの真ん前に座ってたから、ジェフ・ベックはかろうじて見えるけど他のメンツが見えないっていう席で、見たことがありますけど、まあまああの人もライトハンド奏法じゃねえや、タッピングとかうまいし、あのなんだっけ、あのブルーウィンドだっけ、チャッチャララチョチーチャーのトロ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 っていうやつを右手で弾くっていうね、ロドリーゴ・イ・ガブリエーラのガブリエーラ・クインティーノさん、そうですね、もうほぼパーカッションギターっていう
ことですよね。なかなかあの二人組の動画でさ、別なパターンの動画っていうのを探すのが結構大変だったりするんだけど、ね、こうギター叩いてない時のギタープレイもちょっと見たいなって感じもしないでもないですよね。とにかくリズムがいいんで、ティナ S さん、あ、2人目ですか。あ、すごいの一言、一度聞いてみてくださいな。5年ほど前に失踪、あ、そうなの、5年ほど前に失踪したんだ。あ、そうなの、へえ。まあ、さっきも英語の方が書いてくれてましたけど、ね、22歳ぐらいの時の動画でスティーブ・バイのコピーしてるのがうまいんだよね。で、まあまあ、若い頃はなんかお兄ちゃんと一緒にクラシックギター弾いてるような動画があったり、バンヘイレンのあのタッピングの曲なんだっけ、あのなんとかっていう曲ね、あれの動画もあったりして、あとピンク・フロイド好きですよね、多分このティナさんはね。そうなのか、失踪してしまってんのか。次、ジョー・メイフィスの奥さんのローズ・メイフィス、これもさっきのあれだよね、メリー・フォードと同じ感じで、まあ、カントリー界のジョー・メイフィスって早弾きの、ね、お父さんがいるんだけども、その人の後ろで奥さんがサイドギター弾いてる、まあ、旦那がメインで世の中に出ていくんだけど、そこに絶対付き添うサイドギターの奥さんってすごいな、このリズムギターっていう、そういうね、うん、はいはい。エイラ・テスラ・マベさん、温かくて優しい印象のメロディーラインがお気に入りです。これはどこの国の人なのかな。この人もピンク・フロイド好きだよね。ね、これ何だったっけ、リンクは。あ、ビートルズのサムシングを教えている動画ですね。はあ、はあ、なるほど。レスポールのいい音してますよね。はい、次、ギタリストではありませんが、プリテンダー、ギタリストです。サイドギターを弾いてる人もギタリストです。ギターを持ってる人は、ギタリストです。はい、はい。クインシー・ハインドのテレキャスのカッティングやコードストローク。もう完全にギタリストじゃないですか。リードギター弾く人だけがギタリストじゃないですからね。カッティングとかサイドギターとかさ、そっちも一応ギタリストですから、例えばミスチルのボーカルの桜井さんだって、サザンオールスターズの桑田さんだって結構ギター上手なんですよっていう、うん。それで最後、ジョーン・ジェット、ふてぶてしいとたずまいがかっこいいということで、ジョーン・ジェットも2票ですね。はい、ということで40人ぐらいの方のコメントをいただきました。さあ、ここまで見ていただいてアンケート結果ということでいけば、ジェス・ルイスさん2票、リタ・フォード2票、エミリー・レムラー2票、ジョーン・ジェット2票、シスター・ロゼッタ2票で、ボニー・レイットさんが3票という、皆さんのアンケートの中ではボニー・レイットさん優勝なのですが、前回もお知らせしておきました。前回は早送りで、紹介した僕がもうすでに喋り終えている映像、ここから一回ご覧ください。どうぞ。いきます、せーの、ドン。僕が海外の女性ギタリストで一番好きなのはジェス・ルイスさん、まあ、さん、うんうんうん、めっちゃめちゃ年下ですけども、1994年のイギリス生まれだから、今は27歳ぐらいってことかな。 JTC っていう海外のギターを教えるサイトのチャンネルの有名なところがあって、そこにまあアレックス・ハッチングスっていうね、こういうギタリストがいるんですけども、その人どうだっけな、アルバム出してないんだっけな、アルバム出さないけど有名なギタリストの、そのギター講師としてのね、徹底してる面白い人がいて、でその人の生徒さんがこのジェス・ルイスさんっていう女の子で、18歳の頃に、もうそのね、その師匠であるアレックスさんとルールム335をアドリブセッションしていくっていう映像が YouTube にあって、まあまあそれ見てくださいと。で、その18歳の頃にアップされているその JTC の動画なんだけども、の中でガスリー・ゴーベンっていうすっげえ上手いギタリストのカバー曲をアップしてるんですよ。で、それがね、エモーティブ・バラード、エモティブ・バラッドっていうのと、
エターナルブルースっていう、それがガスリー・ゴーベンのカバー曲なんだけど、それがもうエモいエモい、すんげえエモくてね、もうそれで一発で気に入っちゃうっていうか、そのまあまあガスリー・ゴーベンさんのカバー曲ということで元の曲も聴いたんだけど、元の、別にガスリーが悪いって言ってるわけじゃないんだけど、すっげえテクニカルでうめえ、なんかこうテクニシャンだなっていうガスリーのプレーに比べて、ジェスのプレーってのはなんかね音がいいくてね、うまい、とてつもなくうまくって、そう簡単には真似できないんだけど、これはどっから来るうまさなんだろうっていうところがね、すごい魅力的で、でまあサウンドがいいんですよ。サウンドがいい、これはもうぜひおすすめしたい。僕が結構テレキャスのハンバッカーとか P90 のフロントピックアップの音を好んでるってよく言ってるじゃないですか。それのね最たるっていうか、もうほんとこれね、いい音出しよるよこの子18歳でって感じ。もうはい、どうぞ、はいどうぞ、全然白旗ですよ僕はっていうね。でこの子がね、またそのダフネブルーとか少しサーフグリーン系のギターが好きらしくてね、まあ、その辺もいいですよね。ネイルもそういう色だったりするしね。で JTC のチャンネルじゃなくって、まあ、20歳ぐらいからそのジェス・ルイス自身がチャンネル作って自分の動画で自分で撮影して勝手にバン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 アップしてるんですけど、もうそっちはね、どっちかっていうとね、もうね、もう超越しちゃってて、ちょっと逆にもう難しすぎて難しすぎて、すんげえ世界入っちゃってるなっていうね、まあ、ギターだけじゃなくて、ベースもめちゃめちゃ練習してて、すっげえ上手くてさ。で、オリジナル曲も何曲もやってるし、まあ、歌は歌ってるんだけど、喋ることはなくって、とにかく曲のコピーとか自分の曲をアップし続けてるっていう。で、ちょっと少しね、太り始めてて、ちゃんと外出してるのって心配になる感じもしないでもないけども、まあ、外出しないでギターばっかり弾いとんちゃうのっていうね、まあでも可愛いですよね。まあもちろん最初は可愛いからって言ってクリックしたんだけど、まあぶっ飛んだって感じですよね。でまあ適当な動画を見ちゃうとイメージが違っちゃうかもしれないんで、あの JTC の動画を先に見てほしいんで、下の概要欄には URL を3つ貼っておきますんで、そっちを先に見てください。もうね、もうそれ見たらもうね飛ぶぞ。もうね、ギター弾くの嫌にならないでください。自分は自分のスタンスで人生を楽しんでいくべきであってね、とてつもなく上手な人はいるんだからって、僕ある種僕もさ、そのね、こんな若い子がいたらっていう、もう別にすっげえ上手い人ってのは別に目指さなくていいやって感じがしてくる、もうちょっと違うところの何やろ、まあ大人は大人の間合いというか、ね、テクニシャンであることっていうのはもうとっくの昔に僕は諦めてるっていうか。ね、そういう気持ちになれる女の子のプレー、でまあ、僕から皆さんにお伝えしたいことは、目指したいトーン、自分が作りたいトーン、ギターのいい音ってどんな音の、僕がしょっちゅう言ってるフロントピックアップのトーンですっげえいい音っていうのもその動画で分かってもらえるかと思いますし、はい、ということで、僕もジェス・ルイスさんですから、まあ一応ボニー・レイットさん3秒とジェス・ルイス3秒という、まあある種ブルースのスライドギターの女王と、若い、めちゃめちゃ若いけどめちゃめちゃギターうまいっていう、ギターうまいっていうかテクニックよりも歌心の間合いとサウンドがめちゃめちゃいいっていう2人が、まあまあトップ2ということになりました。でまあ、今回のアンケートを取ってみて、意外とそうなんだっていうのが、意外と、まあ、みんなブルース系とかね、スライドギタリスト結構好きなんじゃんって、なんだよって感じが、なんだよ好きなんじゃんっていう好きなんじゃんっていうのは、その僕がスライドギターを教えるみたいな動画をアップしてもあんまりね、
あんまり視聴数が増えないからみんなあんま好きじゃないのかなみたいな、その例えば教則本でスライドギターの教則本ってのを発売してもそんなには売れないっていう感覚みたいなのがあったりするんだ。聞くのは好きだけど弾けないやみたいなところなのかな、どうなのかな。まあ、例えばアンケートでスライドギタリストで一番好きな人はって募集したらさ、多分ディレクトラックス、ライクーダー、まあ、もしくはデビット・リンドレーとか、ディアン・オールマンとかサニー・ランドレスとかジョニー・ウィンターとか、まあ、たくさんいるか、いるっちゃいるけど、一時僕もめちゃめちゃスライドギターに凝ってたっていうか、まあ昔から好きなんで、アルバムもいっぱいいろんな人のアルバム持ってたりするけど、まあまあ今回は意外と皆さん、意外と、まあとりあえず意外とじゃないのは、いろんなね見た目の良いギタリスト世の中にたくさんいるよねっていうのと、意外とみんなブルース弾きのスライドギタリスト意外と好きなんじゃんっていう、そういう結果でございました。次のアンケート募集まだ考えてないですけど、ちょっとまあギターじゃないことでアンケート募集してみようかなと思いつつ、またこうね範囲というものが広いとばらけるっちゃばらけるよね。まあまあ皆さんも他の人たちが挙げてくれたギタリストの名前を見て、その動画を見てみて、こんな人いるんだっつって視野を広げていく。それで僕の望みとしては もっとスライドギターがを弾く人が増えてくれる、好きだっていう人が増えてくれるといいなみたいな希望もあったりします。ということで今回はこの辺で、また次回です。じゃあねー。